たね。わかりにくかったぞ。次はこういうのやめてくれよな。そうだ、吟遊やろう。酒は手に入ったか？手に入れたよ。ジャックのやつ、貴重な名酒って言ってたけど、結局ただのアップルサイダーだったよ。懐かしいな。初めてここで景色を眺めた時、僕はこの姿じゃなかった。だいたい2600年くらい前かな。この世界がまだ七神の管理下に置かれていなかった時代、あの頃旧モンドは暴君が吹き起こした暴風に囲まれていて、鳥すらも行き来できなかったんだ。旧モンド？ああ、思い出したぞ。今の風流廃墟だろ、お前が前に言ってた。その通り。かつてあの高い塔を統治した風の暴君は竜巻の魔人デカラビアンだ。あの時の僕は千の風の中の一つで、神でもなく人の姿でもなかった。風の中の些細な元素の精霊、小さな天気と希望をもたらす風だったんだよ。元素の精霊？人の姿じゃなかった。あれ、吟遊野郎、昔はこんな感じじゃなかったのか？うん、今の僕の姿は実はあの偽物のスタンレーと同じ、友達のものを借りたんだ。僕が話す物語は旧モンドの始まり。あの暴君が治めた国で僕はある少年と知り合った。少年はライアーをつまびき、自分の歌を探していた。しかし彼は風の壁の内に生まれ、青空を目にしたことがない。鳥の飛ぶ姿が見たい。少年の眼差しは強く、瞳には光が宿っている。しかしその声は風の音にかき消された。なぜなら竜巻は傘下のみを受け取り、他の音を残さないから。本物の空、鳥かごの外にある詩と歌、それは戦うに値する願望ではないだろうか。だから少年は僕を誘ったんだ。僕と共に暴君を倒し、風の壁を壊そうと。少年は反抗の旗を掲げ、僕も自由を求める戦争に身を置いた。鳥かごを破る者たちは勝ち続け、真意は崩れ、旋風は乱れ、国々は震えた。荘園の中、僕たちは暴君の結末を見届け、怪人の中、僕たちは高い塔が崩れ落ちるのを見届けた。こうして新しいモンドが始まって、それから誰も王座に登ることはなかった。その後は？お前の友達、その後どうなったんだ？パイモン、その後の話が知りたいかい？当たり前だろ！もったいぶらないで早く教えてくれよな！なんで急にリンゴなんか食べたくなるんだよ！お腹が空いたんだね。仕方ないやつだな。ああ、君は賢すぎると僕はたまにそう思ってしまうよ。でも友達の間ではこういう暗黙の了解があった方がいいのかもしれないね。ビッシュ、そよ風、こういう時はいつも思い出してしまうんだ。彼から教えてもらった歌をね。飛べ飛べ飛ぶ鳥のように、僕の代わりに世界を見て、僕の代わりに高い空へ。